そしてまあ K12 といえばこのアッパーのキャスター角ですね。まあキャスター角っつっても、まあ、要はもともと純正でここの、まあ、この3点で止まってるわけですけども、この部分の穴がですね長穴になってるんですね。はい、こんな感じです。長穴になってます。長穴になってるので、まあ、ほんの少しですけどこうキャスター角を調整できると。実際キャスターつけた方がいいのかつけない方がいいのかって、まあ、いろいろこう試してたんですけども、自分はキャスターはもう全開でつけてますね。はい、まあ、こう見ると分かりやすいですね。これがまっすぐなんで、このまっすぐなものに対して、アッパーが若干こっち向きですね。まあ、キャンバーがこっち方向にキャンバーがついてきますんで、おのずと下の足はこう前方向に行くよと。この車電動パワーステなんで、なんかキャスターはやっぱり寝かせた方がなんか電動パワーステもあまりバグりにくいっていうか、なんか ATR123S のなんかハイグリップタイヤ履いた時になんか電動パワーステがこうバグったんですね。なのでその時このキャスター角を寝かせたところ、そのバグが起きにくくなったんで、まあ、いろんな要因はあると思いますけども、なんかそんな感じはしますね。